で、このアイサイトバージョン3の場合は、レンキープの白線認識で警告を出して、で電動パースで、まあ、逸脱した車を元に戻すのと、まあ、あとは、車線の中央を維持して走らせる機能も持ってますね。電動パーステが、まあ、わずかに効いて、まあ、元に戻してくれるという感じですね。まあ、そういう意味では、警報と逸脱防止と中央車線の中央維持、まあ、3つの機能があります。まあ、レンキープ非常に、まあ、音と、フラッシュライトと両方で、なりますね。さあ、今一番距離の長い状態で80キロで前の車を追従しています。この先カーブが出てきますが、このカーブをアイサイトは追従するでしょうか。でも追従してますね。うん、このぐらいのカーブでもついていっちゃうね。おーおーおー、すごいすごい。ちょっとこれ外れてみるとどうなんだろう。おお、スピード上がるわ。前いなくなったからね、当然だよな。で、右のレーンに来ちゃうとどうなっちゃうの。おお、ちゃんと減速して、接近しないようになってますね。はい、今設定速度114キロで、85キロぐらいで走ってます。さあ、この状態でこの狭いところに割り込んでくるアホがいたらこのアイサイトのレボーがどうするでしょうか。おう、なんかあんまり普通にブレーキかけるね。あんまりパニックになんないね。ピンって音がして、うん、この辺は自然だな。で、レーンキープもちょっとこう轍ちにタイヤが乗って車線の真ん中に戻るような感覚でスッスッとこう入ってくるので、なんか意図的にステアリングがこう自動でクッとこう切られていくような違和感というのはすごくないです。加速の追従も、あるいは100キロから80キロの減速もものすごくナチュラルですね。しかもこのエンジン 1.6 リッターなので、加速時がガーンとこう出る感じじゃなくてスムースに加速していくので、意外とこの 1.6 の性能とこのアイサイト ACC の、まあ、加減速のスムーさというのは合ってると思います。だからスバルはその自動ブレーキにしても、自動電動パーステにしても、制御系がドライバーが嫌がるようなことはしてないというのが、まあ、スバル の、 あの特徴ですね。ですから日常的に使ってて意識しないで、高度な運転支援が自然にドライビングの中にこう入ってきているような感じですね。ここはまあスバルのこだわりの一つでもあると思います。はい、この車は残念ながら、レーンキープはついてないですね。それではアダプティブクルーズコントロールを使ってみましょう。はい、前の車80キロで走ってます。ちょっとこの辺のスイッチ類がね、あのレバータイプってだったり押したりとか、なんかこうスイッチに一貫性がなくて、ちょっと使いにくいとかありますね。この辺は HMI 的にはもうちょっと頑張ってほしいなと思いますけど、バンクの中だと 車間距離が広がっちゃうねまあこの辺の精度がやっぱりスバルの方がちょっといいような気がしますね。ほら、見つけろ。ちょっと遅い、ちょっと遅いよ。今頃気がついたね。まあこの辺はもうちょっと良くしないとダメだな。まあこちらの車はミリ波で検知して、レボーグはカメラで検知してたと思います。実は前の車の認識がちょっと遅いんですね。まあ、アイサイト3のレボーグと比べて、
もう完全にドライバーの意識の中では前の車が入ってきてるんですけど、まだちょっと認識しないで近づいていっちゃって、ちょっと慌てて強いブレーキをかけるようなシーンがあったので、まあ、この辺はレーダー、ミリ波レーダー、あるいはさまざまな前方認識するセンサーの精度みたいなものをもう少し上げて、アルゴリズム的にももう少し早めにスムースなブレーキをかけていくっていうような制御にしていかないといけないのかなという気がします。まあ、そういう意味ではちょっと世代的には古いタイプのアダプティブクルーズコントロールかなという気がするんですね。ミリ波レーダーを使った、アダプティブクルーズコントロールをテストしてみたいと思います。レーンキープもついてますが、これは警報装置だけですね。今低い音でブーって言ったのは、レーンキープの警報だと思います。はい、アダプティブクルーズコントロールを、最大で115キロ、スバルとレクサスは114キロでしたけども、まあ、これもなんか国の、ガイドラインがあるようなんですが、実測で100キロちょっとでしか使えないところが、この ACC が日本でなかなか使いにくい理由の一つかなという気がします。はい、115で設定してますけど、前に車が入りました。はい、減速始めて前の車のスピードに今度合わせてます。ちょっとカーブになると前の車との距離が甘くなりますね。まあ、この辺はアイサイト3のスバルはカーブでもピシッと捉えていたことを比べるとちょっと保守的すぎるかなって感じがします。はい、80キロで走行、割り込まれました。ぐーっと、認識するのが完全に前の車が正面に入って認識って感じですね。やっぱり、レクサスの CT と同じで、ちょっとミリ波レーダーのこの、今のアクセラのシステムだと少し認識が遅いような気がしますね。あの破断状の白線を踏んだ時にタイヤの振動から出るボーっていう音と、このレーンキープ逸脱の警報の音が、まあ、似てるような音なんですね。そこは多分意図的に、そういう音にしたのかなという気がします。他のトヨタの音のピピっていう音とは違うので、ゴーっていう音がしますから、まあ、そこは他の警報の音と認識ができるので、まあ、もしかしたらここも HMI のような考え方が入っているのかも分かりません。アダプティブクルーズコントロールは、まあ、ミリ波を使って、まあ、前方の車を補足して追従するんですけども、あのやっぱりちょっとその見方が甘いし、応答性が悪いかなっていう気がしますね。まあ、悪いというか、そのこのクラスで、まあ、スバルのアイサイト3が非常によく見てますし、見るその急なこう割り込みに対しても応答性が早いんですね。ですからその視覚認知判断の認知のところの性能がもう少しセンサーの性能が高まるとよりいいなっていう感じがしますけど、まあ、ただこのセグメントで見れば非常によく、こなれた車で、あのまあ世界にこう出しても、まあ、恥ずかしくない日本の代表的な、C セグメントのハッチバックっていう感じがします。